こんにちは、ボーダレスハウスに住んでいるはじめとひろみです。今回はシェアハウスについてみんなが気になることを自分たちなりに答えていきます。みんなで毎日ご飯作るの？毎日は作りません。各自それぞれ自分たちのご飯を作って、タイミングが合えば一緒にキッチンに立つことはあります。ずっとシェアハウスにいてなきゃいけないの？そんなことはないです。日中は学校とか仕事に行ったりするし、もし友達の家に泊まりたいとか実家に帰りたいとかあったら全然行ってもらって OK です。毎日パーティーするの？毎日はしません。でもおしゃべりは毎日してます。共同で使うもののお金はどうするの？共同で使うものは毎月500円ぐらいをみんなで出し合って共益費っていう形で、そこから毎月何本か使って買います。友達をハウスに入れていいの？ OK です。うちは×です。ハウスによってルールそれぞれあるので、いいハウスと良くないハウスがあります。プライバシーはどれくらいある？プライバシーは人それぞれで決めれると思うけど、もし気になる人は個室に住んだり、もっとみんなと交流したいっていう人は2人部屋とか4人部屋とかに入ったらいいかなと思います。騒音が気にならない？騒音はあんまり気にならないです。ちゃんとドアを閉めたりとか、あと壁が結構分厚いので大丈夫です。あとみんな結構分厚い？分厚くないか。私は割と聞こえるけどな。聞こえる？でハウスによって壁の薄さはあるけど、みんなちゃんとそこは節度を持って、保って、ボリュームを抑えたりとかして騒ぎます。騒いでるのか。お風呂とか洗濯のタイミング困らない？お風呂は例えばうちは5つシャワー室があって、洗濯機も4つあるのであまり被ることはないです。でもまあその数もハウスによって違うんですけど、まあ被っても臨機応変に対応してるかなと思います。語学力がないとシェアハウスできない？全然そんなことないです。私も全然英語を喋れないけど住んでます。逆にすごいみんな言語に興味がある人たちがいっぱいいるので、物は取られないです。取られたら警察に言います。価値観が合わなかったらどうするの？価値観が合わない人はもちろんいろんな人がいるからいるとは思いますけど、価値観が違うっていうことも体験するっていうのもシェアハウスかなと思うので、それも含めて楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。以上で今回の質問に答えるのは終わります。バイバイ。12月19日と26日にそれぞれ東京、京都で実際にシェアハウスの中を見るイベントを開催します。申し込みフォームは概要欄にあります。ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。